ウクライナ軍が試射した短距離弾道ミサイルフリムニを、ロシア軍が迎撃に成功したという情報はみんなも知っているよね。日本人なら短距離弾道ミサイルと聞くと北朝鮮を想像してしまうけど、フリムニがクリミア大橋まで届くかどうかが今後の反攻作戦を左右するだろうな。そうだね。さて今回はそんなフリムニをウクライナ軍が試射し、ロシア軍が迎撃成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。一応、ウクライナ軍はロシア本土を直接攻撃できる弾道ミサイルや長距離巡航ミサイルの類を保有していないことになっており、ゼレンスキー大統領もアメリカから供与されたハイマースや M270 から発射可能な射程 300km とされる、戦術弾道ミサイル MGM140A タクムスを欲しがっていたんだけど、バイデン政権はウクライナ軍がロシア本土を攻撃する恐れがあり大きな戦争につながると述べて供与を拒んでいるんだ。ウクライナ軍には現在、射程距離 70km から 90km とされる GPS 誘導ロケット弾 M31 が唯一の長距離攻撃が可能な兵器であり、これによって部隊後方の補給路や弾薬庫などの軍需物資集積施設及び司令部などを破壊してロシア軍の兵站機能を弱体化させていたけど、その攻撃を避けるために兵站施設をさらに後方へ下げるなど当然の対応をしてきたので、ウクライナ各地で聞かれていたような戦果を称える声が次第に聞こえなくなっていったね。このような背景があって、ウクライナ側はさらにエイタクムスの供与をアメリカに対して懇願していたけど、やはりアメリカは首を縦に振ることなく、その代わりに射程距離 150km とされる、GLSDB 地上発射型昇降系爆弾をウクライナ軍に供与することを2月3日に発表していたよ。この GLSDB はアメリカのボーイング社が自社製のロケット弾 M26 のロケット推進部分と、スウェーデンのサーブ社が開発した航空機から投下して、滑空しながら GPS と INS によって目標に誘導される、消極系爆弾 GBU-39 を組み合わせたロケット弾のことを指し、多連装ロケットシステムマースから発射された後は当初ロケット推進によって高度を上げ、最高高度に到達したところでロケット推進部分が切り離され、弾体部分に収納されていた翼を広げて滑空し、GPS 誘導により 150km 先の目標に対して5歳1メートルと言われる精密攻撃を実現する兵器だな。4月下旬か5月には反攻に転じると言われていたウクライナ軍だけど、反攻準備としてもロシア軍の兵站を継続して攻撃する必要があり、この GLSDB は新型戦車や戦闘機と同様に必須の兵器となるだろうね。ただし、M26 のロケット推進部はアメリカに在庫が豊富にあるものの、GBU-39 の消極系爆弾は国内に在庫がなく、サーブ社との契約見直しや改修などのために時間を要するため、GLSDB の供与は9月になると言われており、秋の反攻作戦になることも考えられるぜ。このような状況の中、ロシア国防省は3月30日にウクライナ軍が発射したとされる短距離弾道ミサイルフリムニを迎撃したと発表したが、その日時や撃墜した際の状況、発射地点やロシアのどこを目標として発射されたものであるかなどの詳細は明らかにされていないな。もともとウクライナが弾道ミサイルの開発を独自に進めることになった背景に、1991年の旧ソ連崩壊が原因としてあり、まだ旧ソ連の構成国であった頃は核弾頭とともに、多種の大陸間弾道ミサイル ICBM が配備されていたが、ソ連が崩壊して独立する際に ICBM と核兵器を放棄したため、国内で運用することができる弾道ミサイルは射程 120km の OTR-21 トーチカ U だけとなったんだ。それから時が経ちトーチカ U の老朽化が進み、さらにはアップグレードするために必要な部品はロシアの軍需産業に抑えられていたことと、国防の観点から長射程ミサイルの必要性を求められるようになったウクライナは、国家安全保障国防委員会の場で2006年にトーチカ U の能力を上回るミサイルシステムの国内開発を決心し、ウクライナ中部のドニプロにあるピブデンヌ社に対して、システムの設計と開発を命じていたよ。そのピブデンヌ社によって開発が進められた弾道ミサイルは、
ロシア語でハヤブサを意味するサプサンと命名されて期待されていたんだけど、2014年のマイダン革命や当時の政権交代などによって開発の中止と再開が繰り返されていたんだ。2011年にはサウジアラビア資本によってフリムと呼ばれる新しいミサイルシステムの開発が進められる一方で、ビブデンヌ社はサプサンの開発をウクライナ政府に提案した後に、同意を得て開発が進められたが完成報告などは上がっていないみたい。その後、2014年にはウクライナの首都キーウで開催されたアームス&セキュリティの展示会でフリム2が公表され、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約55億円という多額な研究開発費を得ることができ、2017年5月にはフリム2を2発搭載可能なトランスポーターエレクターランチャー車両の開発も完了しているよ。また、2019年4月には2発のフリム2が完成したことが報じられており、ウクライナとサウジアラビアに1発ずつを保有して試射することになっていたが、2022年2月24日にウクライナ侵略戦争が始まったことで開発情報が途絶えており、実戦配備までには至っていなかったと推測されていたぜ。当初のフリムは射程距離が 280km とされており、本当にロシア国防省の発表通りに撃墜されたミサイルがフリム2であったならば、現状強化の実戦の場においてテストを兼ねて撃ったのかもしれないな。また、フリム2以外にもウクライナの長射程兵器として、旧ソ連製の多連装ロケットシステム BM30 スメルチから発射可能な長射程ロケット弾ビルカの開発が進められていたが、ウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が2022年5月にはビルカ M が初めて戦闘で使用されたと公表したぜ。これらのことを踏まえると、ハイマースから発射する射程 90km のロケット弾では届かないロシア軍占領地域でたびたび爆発が発生している原因は、射程 130km 以上とされるビルカ M による攻撃だった可能性が高いと指摘されるようになったってわけだ。ウクライナが独自に開発していたビルカとは、弾頭重量 250kg で最大射程 70km のロケット弾であり、GPS 以外の誘導方式を採用しているらしく、電波妨害を受けている状況下においても誘導が可能だとされていたよ。ヴェルカの弾頭重量を 170kg に軽量化して射程範囲を 130km まで伸ばしたものがビルカ M として生まれ変わり、量産が開始したと伝わっていた矢先にロシアからの侵略を受けたため、どれくらいの量が製造されて、どこまで実戦部隊への配備が進んでいたのかは不明だけど、これが完成を迎えていたら、ウクライナとしては西側諸国から供与を受ける以前に射程 130km の誘導攻撃が可能なロケット弾を保有していたことになるんだ。ロシア国防省の短距離弾道ミサイルのフリム2を迎撃したという発表が真実であれば、ウクライナ軍は今年の秋に見送られたのではないかと推測する反攻作戦に向けて、すでにクリミア半島を孤立化させることが可能なクリミア大橋破壊を可能とする隠し玉を持っているということになるってわけ。ビルカ M の存在を明らかにしたビンニク会長が長射程兵器に関して、現在戦時下であるため、事前テストは行わずに実戦で試すことになると述べていたことからも、ウクライナ軍が完成したフリム2をロシア本土に向けて試験的に撃っていたところをロシア軍が迎撃に成功したのではないかという推論が成り立つよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島にあるロシア軍のシンフェロポリ航空基地から黒煙が上がっているとの情報を入手したよ。この黒煙の発生源はウクライナ軍によるドローンの仕業と見られているが、明らかにロシア本土への攻撃と言って良いだろうな。昨今の相次ぐクリミア攻撃で、ロシア系住民が怯えているのは間違いないぜ。そうだね。さて今回はクリミア半島で大爆発が相次いでいる件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア国として最も南西部にあるクリミア半島において、2023年3月29日に同半島中部にある、シンフェロポリ国際空港及び隣接するロシア軍の航空基地付近で、火災が発生したとみられる黒煙が立ち上っている様子を撮影された映像が SNS で投稿されたよ。
ロシア側のクリミア市長を務めるセルゲイ・アクショノフ氏が、この件に関して、ウクライナ側のドローンをシンフェロポリ近郊でロシア軍が撃墜した後、そのまま畑に墜落したため、死傷者や建物の損害はなかったとテレグラムで投稿していたんだ。また、ロシア側のクリミア市長顧問であるオレグ・クリチコフ氏は、この火災の原因はウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであると明言していて、ウクライナ軍はジェットエンジンによって長距離飛行が可能な、ストリーシと呼ばれるドローンを使用して攻撃した可能性が高いみたい。このストリーシとは正式名称ツポレフ141という、旧ソ連時代にツポレフ航空機製造会社で開発されたもので、冷戦末期の1979年から1989年にかけてソビエト連邦の西側国境地帯に配備され、同国陸軍が NATO 加盟国の偵察用として運用していたジェットエンジン付き大型偵察用ドローンのことを指しているね。この機体の初舷は、全長 14.33 メートル、横幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル、翼面積 10.0 平方メートル。全備重量 6215kg という大型の機体を推力 19.6kN のジェットエンジンによって、最高速度毎時 1100km、巡航速度毎時 1000km、航続距離 1000km、実用上昇限度 6000m となっていて、あの時代に生まれたにしては優れた性能を発揮するドローンってわけ。発進する際は発射用の台車上からブースターによって飛び出し、任務を終えて帰還するときは、機体に格納されているパラシュートを開いて安全に着地するため、繰り返して使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行する超優秀なドローンだと言っても過言ではないな。ちなみにストリーシとはロシア語で鳥類の中でも最速の部類に入るアマツバメを意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察監視任務において運用していたが、実は冷戦終了を迎えた1989年には全てを退役させていたぜ。この機体はウクライナ軍にも旧ソ連崩壊時に数十機を譲っており、ロシアと同じように一時退役させていたものの、2014年に起きたドンバス戦争において現役復帰させて実戦投入していて、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で、稼働状態にあるものが複数残っているらしく、偵察監視用機器を外した後のスペースに作薬を詰め込んで、発射すれば長射程の自爆型ドローン IED として運用することもできるんだって。2022年12月5日のロシア国内にある3カ所の空軍基地におけるウクライナ軍のドローン攻撃事件では、ロシア人3名死亡、4名負傷、戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を出し、翌日6日にもウクライナとの国境沿いのロシア西部クルスク州にある、クルスク空港付近の石油貯蔵施設もドローン攻撃を受けて火災が発生したんだ。これらの有事に関して、ロシア国防省はウクライナ軍のドローン攻撃を受けたと発表したけど、ウクライナ側からは攻撃の事実を認めていなかったものの、明らかな証拠をつかんでいたため、当然の報復としてウクライナ全土に対して、巡航ミサイルや、イラン製の自爆攻撃型ドローンシャヘドによるインフラ施設などへの戦略的攻撃を実行したよ。昨年12月5日にドローン攻撃を受けたモスクワ南東のヤザニ州にあるジャギレボ空軍基地と、南部サラトフ州のエンゲリス空軍基地は両方ともロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であったため、両方の基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された、空き地巡航ミサイルによってウクライナ全土へのインフラ施設などへの爆撃を実施したんだ。ウクライナ軍がドローン攻撃を加えたことは明らかであるにもかかわらず、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神が UFO を派遣して攻撃を加えるだろう。という恐怖の投稿をウクライナ政府高官が SNS に発信してしまったことからも、ウクライナ軍が関与している真実がさらに高まったな。注目してもらいたい点があって、前としたジャギレボ空軍基地で基地要員3名が死亡しているが、
現在戦闘が続くウクライナの最前線から 500km 以上離れた地であり、一方のエンゲルス空軍基地もウクライナ領内の最前線から 700km 以上の距離があることに疑問を持ってもらいたいぜ。その当時、ウクライナ軍が運用していた攻撃型ドローンは、アメリカ製のスイッチブレードやフェニックスゴーストと言われていたことから、それらの航続距離は短いとされていて、ウクライナ領内から発進させてもロシア本土の奥深くにある基地には届くはずがないんだ。あのトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、航続距離は 150km ほどであるため、それを使用した攻撃でないことも明らかだよね。確かにウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上飛行できる新型ドローンを開発中で、完成間近であるとの情報があるものの、テスト飛行でロシア本土攻撃に使用することも考えられるが、シンフェロポリ航空基地攻撃はストリーシュによるものだと推測するのが筋だろうな。2023年3月中旬以降、明らかにクリミア半島のロシア軍施設への攻撃が増加しており、爆発によって火災が発生している様子などが撮影された映像が SNS に多数投稿されていたり、クリミア半島のロシア海軍黒海艦隊の司令部などがあるセバストポリ軍港と、そこへの兵站供給ラインに対する攻撃が増えたりしているね。ロシア側のセバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事が、3月22日にセバストポリ軍港にドローンが飛来してきたけど、ロシア海軍がドローンを早々に撃墜したため、人的被害や船舶の被害はなく、港周辺の建物のガラス窓が割れただけに止まったということを公表していたんだ。また、3月20日にもクリミア半島北部にあるロシア軍の兵站集積拠点であるジャンコイにドローン攻撃があり、ウクライナ国防省は鉄道輸送中だったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表していたが、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたものの、カリブルが破壊されたことに関しては言及していないぜ。昨年の8月16日にもジャンコイにあるロシア軍の弾薬庫が攻撃を受けて貯蔵していた弾薬が爆発して大火災が発生しており、SNS に巨大な火球と黒煙が上がる映像が投稿され、この爆発に関してロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間インフラ施設が被害を受けたと発表し、ウクライナ軍による攻撃であると断定していたけど、ウクライナ側は、この事実を認めていないみたい。クリミア半島ではドローン攻撃の他にも、地元の反ロシア派住民などによるパルチザン活動も活発化しており、これらの動きからウクライナ軍の大反攻作戦が、東部戦線ではなくクリミア半島奪還作戦が、中心となるのではないかという不安がクリミア半島に暮らすロシア系住民を脅かしているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア半島で連続爆発事件が続いているみたいだね。これがまさかウクライナ軍の新兵器テストだったらしいから、驚きを隠せないよな。次はクリミア大橋の大爆破が大反攻作戦のスタートの合図となるかもしれないと騒がれているしね。さて今回はそんなクリミア半島での連続爆破について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月14日、ウクライナで国家安全保障国防会議書記を務めるオレクシー・ダニロフ氏は、クリミア半島において頻発している爆発事件についてウクライナの軍需産業ウクロボロンプロムは新型兵器の開発や試験に従事しており、それらの兵器のテストは我々の領土で実施されるため、新型兵器のテストがクリミアで実施されているとしても何ら不思議ではなく否定できないと発言したよ。また、ダニロフ氏はクリミア半島に駐留しているロシア軍がウクライナ軍の反攻作戦を警戒して、防御陣地を構築していることに関してロシア軍は私の発言を信じるべきで、彼らがどれほど塹壕を掘ったとしても我が軍の攻撃で絶対に助からないという恐ろしい言葉を付け加えたな。さらには、クリミア半島を奪還するため、国際法で禁じられていないとされる複数の兵器の試験や使用を行う考えも示しており、ウクライナ軍の長射程兵器の開発が実用段階となっていることをほのめかしており、
いつでもクリミア半島にあるロシア軍の基地や施設、あるいはロシア本土からの補給路として重要なクリミア大橋を破壊することも可能だと脅しているようにも感じたぜ。現在、クリミア半島に発生している爆発事件は、ウクライナ特殊部隊などによる破壊工作活動やドローン攻撃、あるいは現地住民のパルチザン活動などの可能性を指摘する声もあるが、それらの爆発の中にはロケット砲弾などによる攻撃としなければ説明のつかないものもあり、それがウクライナ軍の秘密兵器なのかもしれないね。ウクライナ防衛産業協会の会長を務めるイワン・ビンニク氏が、2022年5月にビルカイムロケット弾を初めて戦闘で使用して以来、射程を 150km まで延長した改良型の開発作業を進行中である。次は使用前のテストは行わず、いきなり実戦で試すだろうと語っていたことと今回のダニロフ初期の発言を照合すると、ウクライナ軍が噂の長射程攻撃兵器を隠し持っていることが明らかになってきたよ。実は今までに確認されたウクライナ軍の長射程攻撃兵器の情報をまとめると、6つ兵器が候補として挙がっているんだ。一つ目はイワン氏が述べたビルカイムの改良型で射程 150km に延伸されたロケット弾のことを指し、これは旧ソ連製の多連装ロケット砲システム BM30 スメルチから発射することが可能で、かつ GPS 以外の誘導方式を採用していることから GPS が妨害された状況下でも狙い撃ちできる兵器だね。二つ目はウクライナ軍が侵略を受ける以前から密かに開発を進めていた短距離弾道ミサイルフリムニのことを指し、2023年3月23日にロシア国防省がロシア国内に飛来したが撃墜したと発表したことで、ウクライナが試験的に発射したものではないかと示唆されているぜ。実は1991年に旧ソ連が崩壊後、ウクライナ国内にも配備されていた全ての核兵器を放棄した際、核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル ICBM も放棄したため、ウクライナが保有している弾道ミサイルは射程 120km の OTR-21 トーチカ U のみとなっていたんだ。やがてトーチカ U の老朽化が進み、近代化改修のために必要な知識や技術、部品などをロシアの軍需産業から提供してもらうこともできず、国家安全保障国防会議が2006年に開かれた時にトーチカ U よりも優れたミサイルシステムをウクライナ国内で開発を進めることを決定したぜ。その後、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約54億円の研究開発費が援助されて共同開発をする流れとなり、2019年4月に2発のフリムニが完成したことが報じられた後はウクライナとサウジアラビアそれぞれが、1発ずつを保有して試験することになっていたのだが、2022年2月24日にロシアによる特別軍事作戦が始まったことで開発情報が入ってこなくなっていたってわけだ。このフリムニは射程 500km 以上とされており、ウクライナ軍が奪還したヘルソン州から発射してもクリミア大橋を破壊することも可能であり、仮にウクライナ軍が多数保有していたとして、それらによる飽和攻撃を実施すれば、いかにロシア軍がクリミア半島の防空体制を固めていたとしても全ての迎撃は難しいだろうね。ロシア国防省が発表した通りに撃墜したミサイルが本当にフリムニであれば、実戦の場において死者したとも考えられ、後のイワン氏の発言が裏付け証拠にもなるぜ。そして三つ目は国会でロシア海軍黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを昨年の4月に撃沈したとされている、ウクライナの独自開発によって誕生した射程 300km の地対艦巡航ミサイルネプチューンの対地攻撃型だね。これが射程 300km のまま回収されていれば、ウクライナ軍が昨年11月に奪還したヘルソン市周辺からでもクリミア半島が射程圏内に入り、さらにドニプロ川を溶かしてノバカホフカまで進出すればクリミア大橋も余裕で破壊することができると思うよ。四つ目は軍需産業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の飛行範囲と 75kg の弾頭重量を持つことができる無人航空機の開発が完了したと発表した UAV だな。この UAV の詳細はつかめていないが、現にウクライナは旧ソ連製のツポレフ中141ストリーフという、
航続距離 1000km の偵察用ドローンを運用しており、今年の3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリス付近にあるロシア空軍基地付近でロシア軍が、ウクライナ軍のドローンを撃墜した際に大きな爆発が起きたことにより、自爆攻撃型ドローンとして運用していることを確認しているぜ。このストリースとは別のドローンを開発したのか、あるいは自爆型に改良されたのかは不明だけど、ウクライナ軍が長距離を飛行して攻撃するドローンを保有していることは間違いないよ。5つ目はイギリスが極秘プログラムによって開発された、長距離飛行が可能な自爆型無人機をウクライナに供与する可能性があると報じていたものだね。当然極秘だからプログラムの詳細はまだ明かされていないが、アメリカのメディアはサンディープリンターにより製作された垂直離着陸型の無人機やデルタ翼の自爆型無人機が含まれていると伝えており、イギリス政府もウクライナに提供する長距離攻撃兵器を使用すれば、ロシア軍のインフラ攻撃能力を混乱させ、前線にかかる圧力を緩和するのにも役立つだろうと述べていたな。そして最後の6つ目は、アメリカが提供することを約束したハイマースから発射可能な射程 150km の地上発射型小直径爆弾通称 GLSDB を挙げているよ。GLSDB は弾頭に GBU-39SDB という航空機用の小直径 GPS 誘導滑空爆弾を搭載し、ハイマースや M207 などのマース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせたロケット弾となっているんだ。ただし、GLSDB は現時点でアメリカ軍にも配備されていないことから在庫がなく、弾頭の GBU-39SDB の製造元のアメリカのボーイング社と、ロケットブースターとの接続を担当しているスウェーデンのサーブ社の連携が必要不可欠とされており、生産が追いついていないので候補としての可能性は低いぜ。ウクライナ軍がいずれかの長射程兵器をすでに運用しているのかどうかは明らかとなっていないんだけど、大反攻作戦の成功の鍵になることは間違いなく、一方のロシア側は事前の活発な偵察や破壊活動が必要となるため、世界最強と謳われるスペツナズ特殊部隊の活躍がなくてはならない作戦になるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。